ロンドン地下鉄、ロンドン地下鉄、ロンドン地下鉄はイギリスの大ロンドン地域を走る世界最古の地下鉄である。最初の区間はメトロポリタン鉄道により1863年1月10日に開業した。初期の路線の大部分はハマースミスシティ線の一部として使用されている。ロンドン地下鉄はアメリカや日本の地下鉄のようにサブウェイ、 サブウェイとは呼ばれず、ロンドンの住民には単にザ・アンダーグラウンド、またはより親しみを込めてセトゥーブと呼ばれている。校舎はそのトンネルの形状に由来している。サブウェイはもっぱら地下道の意に用いられる。ロンドン地下鉄には現在268の駅が存在し、総延長距離は4 0 0ル二2 5 0マイルに及ぶ。また、廃止となった駅。 および路線も数多い。2004年から2005年の統計では、総利用者数は年間9億7600万人、1日あたり267万人である。2003年からロンドン地下鉄はロンドン交通局の参加に入った。交通局は他にも赤い2階建てバスも含めたロンドンのバスの運行計画や運行会社への業務委託を追っている。それ以前は、 ロンドン地方交通車が、ロンドン地下鉄の持ち株会社として存在していた。ロンドン地下鉄の最初の開通区間、メトロポリタン鉄道のパィントン駅ファリンドン駅間は、世界初の都市内地下旅客鉄道であった。この方式が採用されることとなった1854年以降、財政上その他の障害による遅れはあったが、1863年1月10日に、 運用が開始された。列車は10分ごとに運転され、初日には4万人の利用客があった。このメトロポリタン鉄道は延伸され、1880年には年間4000万人を輸送するまでに成長した。他の鉄道会社もその機会を見て、参入、1884年にサークル線が完成した。これらの路線は全て蒸気機関牽員の列車であり、 地上との換気を行う必要があった。よって梅園によって駅はすすだらけとなり、当時のホームは木造だったのでしばしばぼやも出すなど、評判は必ずしも良好ではなかった。後には電気動力方式が発展、また初期用いられた改作工法からシールド工法など、より深いトンネルを掘削する技術が進歩したこともあり、地下鉄はより深く位置することになった。 そういった深い地下鉄の最初の例は1890年のシティサウスロンドン鉄道線、現在のノーザン線の一部である。20世紀に入ると6つの異なった鉄道会社が別の地下鉄路線を運営するようになり、利用者に不便を与えた。多くの駅で乗り換え客は地上まで出て歩くことを強いられたからである。またこうした運営方式は、 コスト面からも効率が悪かった。どの鉄道会社も、より収益性の高い郊外への延伸を目指し、それには、資本家からの資金が必要とされた。そのような資本家として、最も有名なのは、アメリカ人、である。彼は1900年から1902年にかけて、メトロポリタンディストリクト鉄道、未完成のチャリングクロスユーストンハステッド鉄道、後に、ノーザン線の一部となる。 グレードノーザンストランド鉄道、ブロンプトンピカデリーサーカス鉄道、ピカデリー線の中核をなす。そして、ベーカーストリートウォータールー鉄道、後にベーカールー線となるを次々に買収。1902年4月9日に、ロンドン地下電気鉄道会社を創設する。この会社はまた多くの路面鉄道を所有。さらにロンドンジェネラルオムニバス会社を買収して、 コンバインと称される企業組織となった。1924年5月13日、デイジー・ハモンドなる女性が、ベーカールーセン・エレファントキャッスル駅で出産した。新聞はその生まれた女児が、テルマウルス・ラベアトリスエレノアと命名されたと報じた。成人したその女児が2000年のテレビインタビューに出演し、当時の地下鉄総裁や司法度卿を名付け親に、 メアリー・アシュフィールのエレナーと命名されたという事実が判明するまで、その後法は見過ごされていた。1933年、公共機関としてロンドン旅客輸送委員会が創設され、蒸気ロンドン地下電気鉄道会社、メトロポリタン鉄道、独立のバス、路面電車会社はすべてこの委員会の参加に入った。今日のロンドン交通局と大体共通する業務範囲である。 委員会は1935年40新規事業計画という路線網拡張計画を策定したが、第二次世界大戦の改戦により計画は凍結される。ドイツによるロンドン空襲が開始されると地下鉄駅は防空シェルターとして利用されるようになる。これは一時しのぎの対策として始まり、当局は当初シェルターとしての利用に反対していたが、後には適切な信頼。 便所、食事施設なども備えられるようになった。戦後は旅客の混雑が悪化した。戦後の人口膨張に伴う交通量増加を受け、1968年に北西、南東方向を結ぶビクトリア線が開通した。1977年にはピカデリー線がヒースロー空港まで延伸され、また1979年にはジュビリー線が開通した。 2005年7月7日及び7月21日、ロンドン地下鉄の各所で連続爆破が発生した。これに関しては、ロンドン同時爆破事件を参照のこと。地下鉄を用いて、棺が埋送されたのは、ウィリアム・グラッドストンとトーマス・ジョン・バーナード、事前家の二人である。2013年1月13日、150周年を祝う行事が行われた。 その行事には SL が使われ、モーゲートから、ケンジントンオリンピアまで走行した。この列車には、ロンドン市長なども乗車した。路線は大きく2種類に分けられる。開削工法で作られた、地表下6メートルほどの比較的浅い路線と、シールド工法で作られた、地表下20メートルほどの路線がある、上野ザチューブの写真参照。前者は、比較的初期にできた路線で、 車両限界もイギリスの標準的なサイズである。しかし、校舎はトンネル直径が3.56メートルしかないため、車両も小断面である。これは建設された20世紀初頭には大断面のシールドマシンが存在しなかったためである。全般的に地上区間が多く、近く間は全体の45%ほどである。 新線の両者ともにアンダーグラウンドもしくはチューブと呼ばれており、旧来の線をアンダーグラウンド、新線をチューブと呼び分けるというのは間違いである。あえて言えばアンダーグラウンドが正式名称、チューブが愛称である。ジュビリー線は他のすべての線と接続する唯一の路線である。ディストリクト線はこれに次ぐがメトロポリタン線に、あと、 約2 0メートルのところで接続し損なっている。アーセナル駅は、ロンドンのサッカークラブから名前を取った、唯一の駅である。以前は、ジレスピーロード駅と称した。ウェストハム駅もこれに近いが、チーム名は、ウエストハムユナイテッドである。イギリスの人気テレビドラマサンダーバードでは地下に眠る、忘れ去られた遺構のような設定で、ロンドン地下鉄駅が登場する。廃墟と化した。 ピカデリーサーカス駅とバンク駅のプラットフォームの描写ある。275の駅すべてを最短で回る記録は18時間35分43秒。これはジェフ・マーシャルとニール・ブレイクが保持している。2015年1月2日に運賃が改定されたロンドン地下鉄では運賃体系にゾーン制及び時間帯別運賃を採用している。ゾーンは 市内中心部からの距離に応じて9つに分けられていて、中心部がゾーン1、中心部から最も遠い外側がゾーン9とゾーンスペシャルの2つ。ゾーンスペシャルに入る駅は乗り入れ先のワトフォードジャイクション駅のみである。ゾーン制であるため、コベントガーデン駅、レスタースクウェア駅のように250メートルしかない、区間でもゾーン1いっぱい乗っても同額である。 ピーク時運賃は2つあり、平日の6時半から9時半までと、16時30分から19時までに適用される。紙のギップを現金にて購入して乗車する場合、時間帯にかかわらず4.8ポンドの均一運賃である。パリの地下鉄の運賃が1.7ユーロ均一であることと比較し、ロンドン地下鉄は高額であると言われることもある。オイスターカードという IC カードでは、 紙の切符より安い運賃が適用される。その理由は、オイスターの使用促進のためにあえて紙の切符の運賃を高くしているからである。オイスターでは、時間別運賃が適用される。オイスターカードで乗車する場合は、ゾーン1の場合2.3ポンドに、その他のゾーンの場合はその距離や時間帯によって変わるが、最低でも1.1ポンド、ゾーン1から9をピーク時に利用した場合は、 割引される。また、どんな場合でもオイスターカードを利用する方が割安になる。原則に基づき、1日午前4時よく午前4時の利用料金の合計が利用したゾーンに応じた上限額 CAP ゾーン1-2の場合6.3ポンドに達した場合、それ以上は差し引かれないようになっている。1日用のトラベルカードよりもオイスターカードの上限の方が安価である。 トラベルカードと呼ばれる乗り放題の切符もあり、例えば紙のオフピーク用、トラベルカード追加地検の場合、ゾーン1から6有効のものは12ポンド、ゾーン1から9で有効なものは12.8ポンド、複数日有効のものもある。このトラベルカードで有効なゾーン内であれば、バス、ナショナルレール、DLR、トラムリンク、ロンドンオーバーグラウンドにも、追加料金なしで乗ることが出る。 また、テムズ川を航行する、リバーサービスの3分の1割引きされる。期間、ゲージは、標準機である。ロンドン地下鉄の電化方式は、世界的にも珍しい、4レールシステムを採用している。通常、河川あるいは、走行レールの横にある、電力供給用のレール、第3機上に電圧がかかっており、電圧がかかっていない走行レールに電流を返す、起電。 ロンドン地下鉄では、走行レールとは別に、第3機場と第4機場という2本の、電源用レールがある。走行レール外側のレールには、直流プラス420ボルトの電圧。走行レールの間のレールには、直流マイナス210ボルトの電圧がかけられている。それらの差の直流630ボルトで走行する。リージェントパーク駅、ピカデリーサーカス駅、 ハイドパークコーナー駅、ウェストミンスター駅及びバンク駅の5駅は出入り口の階段以外に一切の地上構造物を持たない完全地下駅出る。古い駅の通路は、長身の人は、かがんで歩かないと、天井の電灯に頭をぶつけるような天井が低く狭いものがある。コベントガーデン駅、ハムステッド駅のように地上とホームとの連絡に通常はエベーターを使い、 通路は非常用に限定している駅もある。各駅のエスカレーターはべてが専用に設計されたものである。最長のエスカレーターはエンジェル駅のもので長さ、高低差である。これはヨーロッパ最長である。エスカレーターは1日20時間1年364日平均稼働率95%で1時間あたり1万3000人の乗客を運んでいる。 エスカレーターでは右側に立ち、追い越す人のために左側を開けることは、もともとは、習慣的なものだったが、今では、そのように案内がなされている。ウェストミンスター駅など、ジュビリー線の一部で、ホームドアを設置している駅もある。ロンドンでは、摂氏30度を超える日が、年数日しかないため、基本的に地下鉄施設や列車には冷房装置が、なかった。そのため、 記録的な猛暑に襲われた2006年の夏は、ホームや列車内の温度が摂氏50度近くに達し、大量の熱中症による死者が発生した。そのため、体が弱い人はできるだけ地下鉄を使わないように、という通達が出た。2010年8月から、メトロポリタン線に冷房車が登場しその後サークル線、などに投入予定である。 50万匹のネズミが地下鉄に生息していると推測されており、しばしば線路やプラットフォーム上を走るのが目撃される。テレビパーソナリティのアンセアターナーは、ロンドンの地下鉄ネミの一連の童話シリーズを表した。ロンドン地下鉄及びバスの路線図や時刻表、駅名などで使用されている書体は、最初1916年にエドワード・ジョンストンがデザインした。小文字の I、I や、J、J の点がひし形で、L、L には、鍵状の尻尾がついているなど、特徴的な三セリフ書体である。また、ジョンストンは1919 19年に、ロンドン地下鉄のロゴタイプである、ブルズアイもデザインしている。円形マークに駅名などのラベルを交差させたもので、ロンドンの至るところで目にすることができる。なお、ジョンストンサンズ誕生百年にあたる二千十六年現在、 ロンドン地下鉄で使われている初代ニュー・ジョンストンは1979年から80年代にかけてバンクスマイルズ社に加わっていた日本人デザイナー河野英一がジョンストン・サンズを元にリデザインしたものである。2005年1月、ロンドン地下鉄は駅構内が若者に荒らされるのを防止する目的でクラシック音楽を流す計画を発表した。 ニューカッスルのタインウェア地下鉄での施行では、駅員に対する行行員が33%減少したからである。マデレーンという名前の香水を用いて、悪臭漂う地下鉄をより快適なものにするという実験が2001年3月23日から、セントジェームズパーク駅、ユーストミ駅、ピカデリーサーカス駅で開始された。実験は、 気分が悪くなる乗客が続出したため、翌3月24日に中断された。駅設備の一部には日本語案内が提示されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。